皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はフロントブレーキキャリパーを外してパッドの残量を確認、パーツクリーナーで洗浄してメンテナンスをしていこうと思います。まずは12ミリのボルトを2本外し、フロントキャリパーを外します。ボルト上下2本を外していきます。ボルトが取れたのでキャリパーを外します。次に六角レンチでパッドを固定しているボルト2本を外してパッドを抜き取ります。パッドを抜き取ったら2枚のパッドの摩耗状態をチェックします。新品に近いくらいの状態なので交換の必要もなく使えます。ブレーキパッドをパーツクリーナーで洗浄していきます。次にキャリパーの方もパーツクリーナーで洗浄をしていきます。キャリパーも異常がないみたいですのでパッドを組み付けていきます。
パッドをキャリパーに組み付けたら車体に取り付けて完成です。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。